今日は7月の26日火曜日午前10時頃くらいです。今日の予想最高気温は33度。明日は朝から雨だそうです。国道192号線です。愛媛県西条市から徳島県徳島市に至る一般国道です。ここ上下島交差点周辺は吉野川市随一の繁華街です。大型スーパーマーケット、郵便局、薬局、ホームセンター、携帯電話、ファミリーレストランなど立ち並んでいます。前方が西方向で、三好市や愛媛県に至ります。お寿司のチェーン店も見えてきました。いつも繁盛しているようです。これより北上しますと、徳島自動車道どなりインターチェンジに至ります。今日の薬局店は来客が少ないようです。今の薬局店はスーパーマーケット化しましたね。スーパーマーケットと薬局の境目がなくなりました。整形外科病院です。私もそのうちお世話になるかもしれません。吉野川市内では1店舗しかない本屋さんです。数少ない三味線屋さんです。もちろんここだけしかありません。左側には鴨島八幡神社が見えてきました。のぼりがたくさん立っています。何があるんだろう？夏詣？そんな年中行事あったのかな？七夕のイラストに寄せ書き、もう時期は過ぎているようです。私も何か書いてみることにしました。平和な世の中を願います。神様に届きますように。帰宅して夏詣について調べてみましたら、最近始まったようで、期間は7月1日から7月7日までだそうです。こちらの神社では8月末まで行うようです。さて、夏詣も終わったので帰ることにします。
これより数百メートル北上したところが JR 鴨島駅です。国道192号線に戻ってきましたよ。ご覧いただきありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録、グッド評価、よろしくお願いいたします。